こちらの最新型ドローンはこの最先端カメラで2キロ先の目標まで見通すことができます。80分間の飛行が可能なこのドローンは2キロ先まで撮影ができ、災害現場の真上を避けることができます。他にも群衆から特定の顔を判別するシステムやテロ対策の防護服などが展示されました。会場の川崎市所有の体育館の前では、戦争でも使える製品の見本市を市の施設で開催するべきではないとするおよそ200人の抗議集会が行われました。川崎市は会場の貸し出しについて、安全対策の製品のイベントで何の問題もないとしています。